ロッドスターミッションログ1番。まだ惑星が話してる。僕はおかしくなっちゃったのか。今近くで惑星たちが集まって会議してる。僕生きて帰れるよね。やっほーみんな。新しいコンペにようこそ。なんで俺たちがコンペなんてやんねえと。やるったらやるな。このコンペは僕たちが特別だってことを祝う日だよ。そんなこと言われなくても知ってるよ。まあ聞いてやれよ。今回は太陽のトロフィーを全惑星と一番近い惑星にあげる。あのな、太陽。何、父さん。なんちゃって。ローマ神話か。けど実際わかるのか。私たちは軌道に依存してるだろ。そうだよ、軌道次第だ。平均を出せばみんなの中で一番近い惑星がわかるだろ。ねえ、それもしかして僕？お前が？なんでだよ。ほら、僕太陽に近いし。え？考えてみてよ。例えば金星が、じゃあ地球に近くても地球との距離は実際すごい離れてるだろ。他のみんなも同じはずなんだよ。だからってなんでお前の勝ちだよ。だってどの惑星からも太陽までの距離ってすっごい離れてるし、僕の軌道は君たちよりずっと太陽に近いから、僕は誰からも同じくらいの距離って言えない。確かにそうだ。すごいぞ彗星。彗星、いいぞ彗星。男の中の、あ、いや惑星か。それじゃあ今回トロフィーを手に入れたのは彗星。ありがとう、嬉しいよみんな。あ、こういう時なんて言えばいいのかな。とっても太陽。